学力低下。学力低下とは、基礎学力などの学力の低下を社会問題として指摘した概念。日本では、特に1980年代以降から2000年代において学力が低下したとする教育問題を言う。ここでは、主に2000年代に起こった学力低下について取り上げる。2007年12月に発表された PISA2006 の被験者。 当時高校1年生は、小学6年生からゆとり教育を受けている世代として、結果が注目されたが、読解力は41カ国中14位56、カ国中15位へ、統計的に9から16位。グループ、数学的リテラシーは41カ国中6位56、カ国中10位へ、同4から9位。科学的リテラシーは41カ国中2位56、カ国中6位へ、 同2から5位へと全分野で順位を下げる結果となった。また、同一問題による正当率の比較でも前回を下回る問題の方が多かった。PISA2003 では日本は読解力でレベル1あるいはレベル1未満の階層の割合が増えていること、及びフィンランドや韓国と比べて階層の割合が高いことが問題視された。さらに、 PISA2006 では数学でレベル5やレベル6といった上位層の割合が減っているなど新たな課題も判明した。読解力の正当率の推移と比較では2000年、2003年、2006年で共通に実施された同一問題28題について平均正当率は00が65.2%、3年が62.2%、 6年59.5%であり、年ごとに低下していた。正当率の比較では、6年は3年より上回った、問題は6問、下回った問題は22問であった。そのうち5ポイント以上、上回った問題が1問、下回った問題が6問だった。科学的リテラシーの正当率の推移と比較では、2003年と2006年で共通に実施された。 同一問題22題について、平均正答率は3年が59.5%、6年が60.1%であった。正答率の比較では、6年は3年より上回った、問題は13問、下回った問題は8問、変わらず1問であった。そのうち5ポイント以上、上回った問題が1問、下回った問題が1問であった。また、 2000年と2006年の共通問題14題について平均正答率は00が65.7%であったのに対して6年は61.5%であり00に比べ約4.2%低下していた正答率の比較では6年は00より上回った問題が9問下回った問題が4問変わらず1問だったそのうち5ポイント以上 上回った問題が0問、下回った問題が4問だった。数学的リテラシーの正答率の推移と比較では、2003年と2006年で共通に実施された同一問題48題について、平均正答率は3年が56.1%、6年が53.4%であり、約2.7%低下していた。正答率の比較では、 6年は3年より、上回った問題が8問、下回った問題が40問だった。そのうち5ポイント以上、上回った問題が1問、下回った問題が10問だった。2003年に、国際教育到達度評価学会、IEA が行った、国際数学、理科教育動向調査、t i a m s 2 0 0 3では、 小学4年生の算数の平均得点は1995年より3点低くなったが統計上の誤差を考慮すると優位はなかった。小数、第2位までの引き算4.03から1.15では、正当率が95年の87.3%から3年の72.3%へと15.0ポイントも下げている。 中学2年生の数学同一問題全79代の平均正答率は1999年より4%低くなっていて前回より上がった問題が7問下がった問題が72問となっている同時に行われた調査では数学の勉強が楽しいかについて強くそう思う割合は9%前回は6%と若干増えたものの 国際平均29%と比べると依然低いままであった。また、そう思う割合は30%、前回33%、そう思わない、全くそう思わない割合は61%、前回61%、前々回、1995年の54%より7%増えた。2003年に国立教育政策研究所が行った、 平成15年度小中学校、教育家庭実施状況調査、無作為抽出により、1学年1教科1問題冊子あたり、1万6000人、対象小学校1万6000人4教科3、冊子2、1人2教科1.12学年中、学校1万6000人5教科3冊子3、1人、3教科1.13学年では、多くの学年、 教科で前回調査と同一の問題については、正当率が優位に上昇した説問が、正当率が優位に下降した問題よりも多かった。特に、小学生と中学3年生の上昇が顕著で、理科では前回より正当率が上昇した。また、アンケートで勉強が好き、どちらかというと好きだと答えたこの割合は、増加傾向にあった。2007年4月13日に、 文部科学省が発表した教育課程実施状況調査6教科12科目1科目1問題冊子あたり1万6000人対象各教科問題冊子は2種類のうち1つ国内においてのみの調査なので国際比較はできないでは平成10年以降の指導要領で学んだ高校生はそれ以前の指導要領で学んだ 高校生に比べ、同じ内容の問題181問、総数657問中において、145問は、正答率が、前回並み、26問は、前回を上回り、10問は、前回を下回るという結果になった。内訳は、国語、上1、同4、下語、数学、上0、同11、下0、英語、上4、同16、下1、地歴公民、 上10、同 58, 下礼、理科。上11、同 56, 下4で、前回を優位に上回る問題の多くは、知歴公民と理科に見られた。同時に学習についての意識面でも、勉強は大切と答えた生徒の割合は増加するなど、学力に関する肯定的な傾向も見られた。カリア・ホが行った学力調査では、89年と1年の、 同一問題との比較では、小学国語で78.9%、70.9%、8.0% 70.、小学算数で80.6%、68.3%、68. 12.3%、中学国語で71.4%、67.0%、4.4% 67.、マイナス 4. 4 中学数学で69.6%、63.9%、マイナス5.7%へと下がっていることが分かっている。調査報告、学力低下の実態、岩波ブックレット、学業達成の構造と、変容、2002よりでは、児童数7998人を対象に、算数129代で82年と2年で、正当率の比較をする調査を行っている。 その結果、小学1年で85.6%、81.0%、マイナス4.6%、小学2年81.7%、73.3%、マイナス8.4%、小学3年84.9%、73.5%、マイナス11.4%、小学4年84.4%、77.9%、 マイナス6.5%、小学5年84.5%、76.8%、マイナス7.7%、小学6年85.5%、79.9%、マイナス5.6%と、すべての学年において、正当率が下がっていることがわかっている。調査を行った国立教育政策研究所は、 学力は改善の方向に向かっていると分析したが、同じ内容の問題で、正答率が前回より上回った問題は26問しかなくしかも、科学、理科など、特定の都がに偏っていたこと、文部科学省が設定した、想定正答率を下回る問題が多いなどの課題も見られた。上長正宏は、刈谷の挙げたデータは、別の見方もできると主張し、落ちこぼれが減り、 理解度の格差が収縮していると指摘、そして言葉を選びつつ、理解度は平均的に見て少なくも悪化していないのではないだろうかと述べている。カリア・タケヒコラは2002年に学力低下の実態で1989年と2001年とで同じ問題を小中学生に答えさせる学力に関する調査を比較し、基礎学力の低下を指摘した学習指導要領は 1991年に知識詰め込み型から自ら学び主体的に考える型に改定されている。同調査では、カリアはこうした現状を見ずに、ゆとり教育と詰め込み教育という二つの立場でしか状況を把握しない振り子理論や学力とは何ぞやという水掛け論を非難している。また、学力調査に付随する家庭環境に関する調査が 欧米では当たり前に行われているのに、日本では行われておらず、学力低下の原因を把握できない現状を指摘した。そして不平等が拡大する中で、義務教育が果たすべき、セーフティーネットとしての役割を議論すべきとしている。ゆとり教育とは1980年度から実施された教育方法である。このように、G8 のほとんどの先進国は日本よりも順位が、 低いため、日本としては、昔のように、先進国に追いつき追い越せというスタイルを再現するよりも、先進国としての新しいスタイルで、子供たちに意欲を持たせるかを国民全体で考えることが重要であるとの指摘がある。学力低下への不安から、子供を塾に通わせる意識は高くなっており、塾費用は増加している。そのため、ゆとり教育の導入後、 教育費を得るために、母親が仕事をせざるを得なくなり、親子の接触が減り、帰って家庭のゆとりがなくなることもある。学力低下の要因としては、ゲームや漫画、ゆとり教育、教師の質の低下を挙げている。左側の数字は、平均を500とした時の点数。内の数字は順位。上位10位までの結果については、OECD 生徒の学習到達度調査を参照。 左側の数字は点数。内の数字は順位。上位10位までの結果については、国際数学、理科教育調査を参照。2008年12月に発表された、TIMS 2007の結果などから、学力低下に、歯止めがかかったのではないかという議論が現れた。オールアバウトの伊藤敏夫は、TIMS 2007の結果を楽観視はできないが下がっては、ないと主張している。 文部科学省は、ティムズ2007の結果について、ティムズ2003以上の点数をとっており、ティムズ1995やティムズ1999に比べると、小学校4年生の理科や中学校2年生の数学は優位にくなっているが、小学校4年生の算数や中学校2年生の理科については優位な変化はないと分析している。また、 2010年12月に発表された PISA2009 の結果ではすべての科目で順位が上がり、さらに読解力に関しては優位に上昇していると分析されており、同一の問題に関しても正当率が上昇している分析されている。さらに PISA2012 でもすべての科目の順位、平均得点が上昇した。しかし、学力が回復する一方で、 昔の詰め込み教育に戻っただけだという評価する人もおり、新興国と争う日本として、このまま詰め込み教育でいいのかという以前の課題に逆戻りしたのではと指する人もいる。アメリカ、イギリス、フランスなどでも学力の低下や基礎学力の不足が社会問題になったことがある。アメリカでは1983年に、 連邦教育長官諮問委員会報告書、危機に立つ国家が発表され、学校の後輩や高等教育の財政難などと、共に学力低下が問題になった。1994年には連邦の教育改革法2000年の目標が制定された。また、2002年には教育改革法ノーチャイルドレフトビハインドアクトオブ2001が制定された。 イギリスでは1980年代に学力低下が問題になり、1988年に教育改革法が成立した。1998年には教育の内容や学力に関する共通の目標として2002年の全国教育訓練目標が打ち出された。フランスでは大学第一期課程での高い中退率や、 職業資格未取得のままでの理学とともに基礎学力の不足が指摘されていた。1988年には第2次ミッテラン政権が成立し、1989年に新教育基本法、ジョスパン法が制定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。